ヘルナンデス、ウレーニャについて語る。同じドミニカ共和国出身のウレーニャが一軍に上がってきたが、心強いか。当然、同じラテン系の選手がいてくれるっていうのは心強いですし、また彼もバッターなので、そういう意味ではやっぱり近くにいていろいろな話ができますし、試合の状況もそうですし、これからどういう風な展開になっていくかっていう話だったりとか、日本の野球についても教えてくれました。逆に自分が彼に対してアドバイスできることはしたりもしています。ウレーニャはヘルナンデス係で安泰やな、うなぎしてやったり。ありがとうウレーニャ。やっぱ外野は浅野町だな、しょうがない。ウレーニャ落とせない。 W、とにかくヘルナンデスのおかげで外野のどんぶり使うのを一人だけで済むようになったのがでかい。筒棒より良かったろこれ。もうウレーニャは通訳兼外人選手の世話係でいいだろ。試合に出すな W。ウレーニャはクビになっても裏方になればええんや。 DH 枠がもったいない。さすがに打率1割本塁打0を置くのはないわ。もしかしてウレーニャ昇格はヘルナンデスサイドの要望だったのか。ヘルナンデスの守備がこんなに良いとは嬉しい。誤算。話し相手は絶対必要だしな。ウレーニャはエリカかってここでも言われてたね。ソフバンはセリーグ残り全部倒せ。ご視聴ありがとうございました。